はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は限定ジョータロを使っていこうかなと思います。今回の 3.5 周年の記念キャラ枠になっているんですけども、あのものすんごいかっこいいね、オーラが半端ねえな。これあの以前登場した限定ジョータロこれなんですけども、チープにも程がある。なんかこのジョータロが普通のガチャキャラに思えてくるぐらい、やっぱりオーラって重要ですね。めちゃめちゃなんか縮こまって肩身狭いんか知らんけども、まあ、今回はちょっと自信持ったんかものすごくでかいというわけで使っていくんですけども、このジョータロのこの2つな、これプラチナらしいね。はあの白と金でプラチナって読むらしいってことをコメントで知りましたわ。でもあのこれジョジョだけの宛名なんかなって調べたんですけども、白金でプラチナらしいね。そういや僕あのポケモンのプラチナで白金玉ってあったな。それこういう字らしいんですけども、へーって思って一つ賢くなりました。使っていくんですけども、必殺等とこれは決闘で使ったらめっちゃ強いですね。まあ体力タイプで、まあ体力の底上げしながら必殺が 435% 無突で、決闘忖度回復、これレベル10まで持ってったら1万回復するんで、まあ4枠目ぶち込んでのムーブめっちゃいいんじゃないかなと思われる。んーで友情技がまあ前々から登場してる、これ邪魔プチ変換持ってるので地味に優秀ですね。んで特性が4912ターン目にタップ数プラス1と前々から登場している定番の青属性バージョンですね。この特性はかなりコアなファンがいる、特性になってるんじゃないかなと思います。まあ使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンはビッグマムというわけで、まああのイベントではそこまで使えへんかな。うん、まあでもダブルタップ持ってるんで、まあ優秀っちゃ優秀なんですけども、まあ体力タイプなんで、まあ底上げできるんでね、パーティーの、まあその辺が優秀な点じゃないかなとは思うんですけども、やっぱり決闘やったら輝くという状況じゃないかなと思われるんでね。これ見て、ジョータロがでかすぎて、ちょ後ろのゴム人間がもう髪の毛しか出てへんっていう悲しすぎる状況なんですけども、演出等と見ていこうかなと思います。ものすんごいかっこいいね。うん、このなんかなんていうの、オーラ、やっぱオーラつくかつかんでえらい違いやな。ザ・ワールドというわけで、体力タイプなんで攻撃力はあんまないので、まあいくら 435% といえど火力はそこまで出ない状況には、なっているんですけども、はい、2万1000と、まあ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 言うてね、こんなもんじゃないかなと思います。まあ無突状態2万1000、まあこれ多分貫突まで持ってったら3万はおそらく乗らへんとは思うけども、これルフィがかわいそう。自分の番になっても顔映してもらえないというね、頑張って手が出たという状況ですね。はい、まあこのジョータロー、まあ無凸まで持ってったら2万3万は多分乗らへんかな。まあ2万ちょっとぐらい、2万9千ぐらいかなと思われる。はい、夢の共演、これ見てこれ、かなり激アツなんですけども、僕このジョータロー思ってたんですよね、当時、去年じゃなくて一昨年のジョジョ大特集の時に、なんでこうへんやろうなって、まあ、思ってたんですよ。それ僕無双キャラとかが出てから、まあ、ワンチャン無双で登場するんかなとかも思ってたんですけども、まあ、記念キャラで登場したというわけで、まあ生配信とか見てましたけども、かなり湧いてましたよねものやついにこのジョータロー来たっていう風に、まあジョジョファンはものすんごい歓喜の声で、まあ、溢れていたと思うんですけども、僕はね、まあジョジョアニメ全部見たんですよ。この4部のジョジョに関しては1番、おダブルタップ発動されました。こんな感じで、まあゴンキル、以前登場した4枠ダブルタップゴンキルに関してはバフ回を持ってたので、まあダブルタップめちゃくちゃ優秀やったんですけども、このジョータローに関しては虹プチ出現アップっていう状況なんで、まあダブルタップになってもそこまでうーんっていう感じではあるんです。やっぱり決闘用ですかね。
まあ、イベントでも使えへんことはないねんけど、まあ、やっぱり決闘のその青プチ出現バチ、まあ、その決闘でもある特定の州でしか輝けないんですよね。だからまあ上級者向けですね、この城太郎に関しては使える人やったらめちゃめちゃ使えるという性能、ただまあ持ってて損はない、性能なんで、まあ引いてみるのいいんじゃないかなとは思うんですけども、即戦力なるかどうかって言われたらそれは人それぞれですね。普通の州に使ってもこの城太郎に関してはあんまし使えへんかな。ゴンキルやったらまあバフ回持ってるんでワンチャン通常で使っても輝けるんですけども、この城太郎に関してはまあ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 という感じではあるかな。やっぱりね、最近通常ダメアップパーティー、まあ注目されてきてはいるんですけども、やっぱりまだマイナーな性能にはなってるんで、まあ今後の活躍、まあ今現在ももうすでに活躍はしてんねんけど、まださらに僕は伸びると思うんで、今後、まあ、活躍大いに期待しようかなと。メジャーなパーティーにまで、まあ、押し上げられるんじゃないかなと僕は思うんですけども、4部に関してはネズミとの戦闘ありましたよね。なんかスナイパーみたいなスタンド使うネズミと戦うシーン、ジョースキが一番最後さ、望遠鏡かなんかをさ盾持ちにしてさ、それで狙いすまして弾丸のあれ弾打ち込むシーン、あれめちゃめちゃかっこいいですよね。やっぱりジョジョって激アツなシーン多数ありましたよね。そんでこの4枠ダブルタップは最近情報修正されまして、今まで4ターン目と9ターン目だけにしか、ダブルタップ発動されなかったんですけども、これからは12ターン目もダブルタップ発動されるとのことなんで、まあ一旦ダブルタップターンが、まあ、増えたっていうのはかなりでかい、まあ、情報修正なんで、まあ、使いやすい、まあ、性能にはなったんじゃないかなとは思いますね。ああ、ダブルタップ発動されましたと。まあ、やっぱりね、どっちかって言ったら、決闘向けの性能やったね、この性能に関しては。まあ、だから、これからはまあ、イベントでも使いやすくなったんじゃないかなとは、思いますね。はい。このね、ダブルタップキャラ、僕、貫突まで持っていきたいな、必殺レベル。やっぱりこの、城太郎ね、体力タイプっていうのがほんまに優秀。ま、火力こそ出えへんねんけど、言うて通常パワーね、必殺の火力よりどっちかっつったら通常攻撃の火力なんで、まあ、攻撃力タッカタカなことに。そんでさ、ジョリン、空城ジョリンの6部も始まりますやんか、アニメ。あれめちゃめちゃ楽しみなんですよね。あれ確か、いつからやったっけ？もう今年から始まるんでしたっけ、ちょっと覚えてないねんけど、ネットフリックスで、独占で最初にやって、なんか年越しかなんかに、地上波でやるんやったかな、ちょっと覚えてないねんけど、僕はね、まあ、ジョージョに関しては原作を知らないんで、ジョリン、めちゃめちゃ楽しみなんですよね。ジョリンって最初聞いたときさ、僕はもう、ヒゲ剃る音にしか聞こえなかったんですけども、まさかの女の子というわけで、んーで声優さんめちゃくちゃいいよね。なんかキャラに合ってそうな感じの声優さんやったんで、これは超絶楽しみですね。はい。まあ、というわけで、まあジョジョ使っていったんですけども、決闘で使ってみた動画ぜひとも撮ってみようかなと思います。